さあ、お茶までのご案内でいきます。どうした、いいですか、この試合3名の方がこの場所に出てきます。はい、ホームラン打ったら確定のことがいいです。おけんさんとか絶対やってると思います。ちょっと狙ってるのいいな。はい、皆さん、あのね、ガチンコ勝負でいきましょう。はい、西山です。はい、よろしくお願いします。はい、どうも、良平です。お願いします。はい、ということで、シューズ2試合目、紅白戦ですね、2試合目やっていきます。チームヒルトの先発は龍河くんがね、前回の試合に引き続きそのまんまの流れで登板しております。はい、先頭バッター高橋さんをサードゴロに抑えております。これケンさんナイスショーイングです。まあ、ね、マブツさんもナイスキャッチですね。はい、お次のバッター宝崎さん、これ打ったセンターへ、しぶい当たりだが、これはセンターライナーとなってしまいます。でもね、ナイスバッティングしっかりと捉えてますね。はい、そしてバッターは渋谷さん、これわずかに外れてフォアボールをフルカウントでね、今日で投げに行ったんですけども、もう惜しかったですね、これは。はい、そしてこれ吉田さんはデッドボールで出塁となります。はい、そしてナオピーさん、さあこれはただフラフラっと上がってセンター落下点でしっかりと取ってスリーアウト。強力打線を紹介、無失点に抑えております。チーム良平はオッチョさんが先発です。はい、これはね、いいファスですね。オッチョさんもまあちょっとやっぱね、その肩が痛いんでね、こういったところで技のピッチングで、さあどうやって打ち取っていくか。はい、これ引っ掛けてセカンドゴロとなります。はい、まずワンアウト、ナイスピッチ。はい、そしてチームメイト対決、ケンさん、これがフラフラと上がってセカンドフライ。はい、簡単にツーアウトです。さあ新山さん、うまく合わせていったが、これショートがっちりと取ってファーストアウト。三者凡退、上々の立ち上がりです。ナイスピッチ。はい、この回もそのまんま龍河くんがマウンドへ上がります。先頭はただフォアボールで出塁となります。さあバッターにはオッチョさん。はい、これインハイのボール空振りもランナーは盗塁成功、チャンスです。さあ先制となるか。さあこれが高々と上がったフライがレフトの前に落ちる。そしてそれを見てランナーはスタート。はい、チャンス拡大ですね。いいですね。さあバッターは三浦さん。はい、これがランナー、一塁ランナーがスタートですね。はい、これで2、3塁となります。おー、いいセット。さあこれがインコースへの変化球、見逃し三振。これはナイスボールですね。意表をついた変化球というかナイスピッチングですね。はい、そしてウィングさん、これはこれ上がってセカンドがナイスキャッチ。はい、これで2アウトになります。シュートス。はい、そしてバッター鎌田さん、これが逆方向、めちゃくちゃ綺麗なバッティング、1点が入る。そしてもう1人入ってくる、芸術的流し打ちでタイムリー、2点タイムリーで先制となります。いや、ナイスバッティングですね、これは。いいですね。はい、そしてバッターは木村さん、これがインコースへの速いボールを詰まらされてサードフライとなります。はい、そしてこの回もオッチョさんがマウンドへ上がります。先頭をサードゴロに抑えております。さあバッターはワックスの木くん、さあ強い打球、これ弾いてショートカバーも間に合わずと、強襲ヒットですね。ナイスバッティング。はい、そしておおおおおおお、とんでもなく滑りましたね、オッチョさん。はい、これでランナー2塁へ進んでおります。そしてこの高めのボールは窮地。はい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 、そしてセカンドランナーは入ってくるのか、ストップですね。はい、ここで翔平の1打席目です。さあコロ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 と転がったが、セカンドに転がったため三塁ランナーがホームイン、ことが1点を返しますと、どんな形であれね、点は取れているので。はい、そしてバッター藤川さん、打ったー、高々と上がった打球、ただ思った以上に飛距離は出ず、
レフトフライとなります。これで3アウトですね。1点で沈みましたね。はい、この回からピッチャー馬淵さんに変わっております。バッティングはね、もういつも通りですからね。今日どんなピッチングを見せてくれるのか。で、先頭はフォアボール。そしてお次のバッターはショートゴロとなり、はい、セーフですね。これは、うん、ファーストはセーフ、別は取れませんでした。さあ、5から3回のノリさん、これが、はい、となります。さあ、ラストバッター両平、このセカンドにクラクラと上がった打球だが、おっと、これが落球となってしまいますと、チャンスになりました。はい、そして先頭に戻って高橋さん、これはフォアボールで出塁となります。ツアートながらね、満塁のピンチ。はい、そしてこの場面と、これがサードランナー、ナイスですね。よく見てましたね。ナイス判断で1点追加です。はい、いや、これ言ってもでかいじゃないでしょうかね。はい、そしてお次のため、これもアチエラーの間にホームまで来るか、またさすがにストップ。はい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 、 いいですね。これはいい流れで続いてますよ。ただこれがファーストゴロとなってしまい、しっかりとですね、3アウト。まあ、でもこの回もね、追加点あったので、こういう動作で、そしてこれ、おー、いいバッティングだったんですけど、オッチョさんがグローブによく当てた、ワンアウト。はい、そしてヒロト、これ飛んだかなとは思ったんですけど、ノンパワーでしたね。レフトフライとなります。ツアと、はい、そしてガチャーン、ドカーンと完璧に捉えた打球、馬淵さん、この日2本目のホームランです。いやー、ナイスバッティングプレーご覧くださいと。ナチス、まず直した。はい、ケンさんも期待しますよ。はい、そして先頭に戻って龍也くん、おっと、素手でいったな。はい、アウトとなり、これで素手だね。はい、そしてまた渋谷さんのところ、これはうまく打ちましたね。外のボールをちょっとね、無理やり気味に引っ張って、はい、ナイスバッティング。さあ、ゆうささん、これをコンパクトに捉えていった。ただこれをセンターがうまかったうまかった、ノーバンでダイレクトキャッチしてるんですよね。渋谷さんはね、落ちたと思ってもうガンドで持ってますけど、いや、これはセンターナイスプレーですね。そしてナオピーさん、これが振り抜いた打球が外野後方へ。さあ、渋谷さんが走って3の前か、ここはサードストップ、まだちょっとね、ちょうどこれチャンスとなります。さあ、前田さん、これでしぶとく1、2塁間を抜いていく。1人目まずホームイン、そして2人目も、2人目は帰ってこず、サード戻ってサードもセーフ、チャンス継続です。はい、ナイスバッティング。そしてバッターにはオッチョさん、さっきホームラン打たれましたね。というところで、馬淵さんギアを上げてきた、ナイスピッチ。はい、そしてバッター三浦さん、ショートうまく取って、アウト、スリーアウトです。はい、オッチョさん、この回もマウンドへ上がります。さあ、バッター健さん、いった、完璧なバット投げ、そして打球は右中間へ、エンタイトルツーベースなり、チャンスとなります。いいですね、ケンさんね、打ってないやつだけど、やっぱり出ましたね、さすがですね。はい、そしてこれが逆方向へ、うまく当てたものの、はい、ニアマンはアウトとなります。さあ、バッター龍河くん、はい、これはね、いいパスなんで、まあ、それ走られちゃいますよね、そこはしょうがないな。はい、逆方向、この辺りで1点を返します。さあ、1点差。さあ、私の木くん、
これもね、ちょっと勝負になってしまい、ランナー進塁となります。さあ、同点のランナーが2塁へ打った。めちゃくちゃ高く上がったフライをレフトがハイガッチドーキャッチ。まあね、ここで勝ち越されるわけにはいかないですから。はい、ここワンちゃんが軽快にさばいてアウト。 いいですね。はい、そしてこの回から翔平がマウンドへ上がります。翔平だとね、紅白戦だと、まあ、毎回投げていきますけどね。そうなんですよ、やっぱこのいいファスなんですよね。はい、そしてバッタリは鎌田さん。ちょっと上がった打球がファーストガチンとキャッチ。まずワンアウト。はい、そしてこの当たりサードが散っておいてファーストを、おー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 、フリップをカバーしましたね。これは OK ですね。さあ、バッター久保城君。はい、これも止めておいて、おお、サードナイスキャッチ。はい、この回はナイスプレーが続きましたね。無失点になっております。はい、そしてはい、バッター翔平デッドボールです。はいはいはい、高橋さんですね、ピッチャー高橋さんに。そしてこの打球、このバット投げ、ドンと、はい、オーバーフェンスホームラン。ブラザー TV 藤川さんのナイスバッティングです。はい、ウォッチ、よし、よっしゃ、はい、ウォッチ、よしゃ、宣言通りの J2 グローブだぜ。ああいうね、完璧なバット投げでしたね。はい、そして続く今泉さんはフォアボールとなります。さあ、バッターにはヒロト。逆転してますからね、イケイケでいけるかどうか。はい、これで今泉さんが進塁となります。さあ、ヒロト返せるか。外のボールを引っ掛けてショートゴロとなります。さあ、バッター馬淵さん、おー、うまくタイミング外しましたね。ピッチャーフライで2アウト。はい、そしてバッター大井さんのところ。はい、これで一気にランナーがね、3塁まで行きます。ただね、今回はここまで。はい、次回、2試合目ラストとなります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょー。視聴平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。